どういう敵が来る？スケルトンだな。ん？やること一緒かな？これパリできそうだね。え？やっぱダッシュ好きしないと弱いな。レベルアップ 70？ レベリングできるじゃん。これパリとかやるだけ無駄なんだけど。てかさ、このゲーム落ちるんだね。意外な恐怖点。絶対落ちるって要素怖いよね。よし。こいつでも65か。うますぎるんだけど。かっこよくパリとかした方がいいんだろうけど。これが最適すぎてな。落ちたりしないよな。おっと、中ボス戦か？体力バーとか名前が表示されないから中ボスだな。雑魚枠系？行って。行ってじゃねえ。痛いだろ？これでいいね。俺にはこれしか勝たん。俺はこれが最強なんだ。最強であると理解しているんだ。湧いてる湧いてる。振らせて振らせて。意外と判定薄いのか。3体湧いた。これもう雑魚無視して。だね。絶対これ無限湧きだから。絶対。このゲームね。絶対その親切な仕様ないから。アンデッドだから不死とかはないんだな。そこまではないな。痛い。危ね。回復するか。ダッシュジャンプ斬り欲しい、ジャンプ斬り。ダッシュジャンプ斬り超欲しくなってきた。絶対最強でしょ。これ、納刀すればさ、やっぱりスピードも上がるしさ。これで敵も追いつけないでしょ。で、あとはこうやって振らせて、遠目から行くと。はい。いてて、親玉死んだんだから、おとなしく死んでくれ。こいつら、ちょい！せっかく、おいおい、湧くんかい。湧くの？それ湧かない約束じゃないの？普通は湧かないっしょ。185か、あと。レベル上げ、あ、これ戻ってるわ。普通、親玉が死んだら、一緒に雑魚も死ぬんだぜ。部下後を追うんだ。弔い合戦してきたね。部下の鏡だよ。カメラガタガタってなるのがちょっと怖いな。無視でいいでしょう。また？てか、なんか落下ポイントある。これ待って。ホイホイダッシュ好きしてたら死ぬぞってやつか。俺は死なんがね。浅い浅い。痛くない、そこまで。ごめんね、なんか同じムーブしかしないけどさ、俺はやっぱ最適解をやりたいわけですよ。アクションゲームで。アクションゲームにおける最適解、初見における最適解ってさ、シンプルイズベストなんだよね。どのゲームやるにしても、お前落ちないの？これだけやっとけばとりあえずいいよ、みたいな。とりあえずこの攻撃をやっとけばいいよっていうのが分かってると、思考にノイズが生まれないんですよね。で、初見のアクションゲームって、危ない。もしいろんな要素がね、あったとしても、あんまりできないんですよ。パフォーマンス発揮できないんだよ。当たり前だけど。まあ、見てる方からしたらパフォーマンス、なんかいろいろこういう強いのあるよってそれぞれあると思うんですけどね。でもね、これだけが強い。これをやればとりあえず大丈夫ってやつ一つあれば、それで終わりだから。普通に殴ると超硬いんですけど。これ威力、どうなってんだこれ。めちゃくちゃ強いぞ。これダンジョン的には、弓持ちや。弓遅っ。よいしょ。弓でってで弓で切ってきやがった。新しすぎる。うわ、下、めっちゃ長え。なんだこれ。体力か。体力の単位1ってなんだ ?10 ぐらい上がってほしいな。これレベリングはかどりますね。だいぶ経験値高い敵が。100ゴールド上手すぎ。とりあえず今の冒険の目的をおさらいしておくと、魔法の力で川を渡って、村の安否を確認しに行きたいっていう感じだよね。ボスの力でブロックされました。やることは一緒ですね。雑魚枠か地形に殺されるかどっちかにしろってことか。まあ俺は地形に殺されることもないし、雑魚に殺されることもない。でもできれば地形の方がありがたい。なんか強くなってない俺。レベル上がったからか、攻撃力がめちゃくちゃ上がってる。敵の HP がモリモリ削れてくる。これレベル1の上昇の意味が強いな、このゲーム。ファイソー。略し方ファイソーでいいのかな。で、これ、後を追ってください。消し体になるんだよな、こいつら。こいつら消し体なんだよ。もうすでに弔い合戦してるんだよな。勘弁してくれないか。おとなしく死んでくれ。これ警戒に値するね。まあ、嫌など警戒してればあった。お前、全然矢の速度遅いのに、すげえ当たるんだけど。あいつ、凄腕な、中華実級だ。ちょっと。オッケー。中ボスが多い。これ、マンドラゴラの回を思い出す。妖精の森を思い出すな、あの地獄。結局、妖精の森からやってること変わってないんだよな、俺。魔法の種。
2ポイント。MP は2なんだ。体力10にしてほしいな、上がりの。上がり幅。上昇量、体力10にしてほしいわ。これまた中ボス？もうやっつけじゃないよね。中ボスの量がえぐいんですけど。モニスタ持ってる。よしと。オッケー。ん？魔法の粉。え、何今の？え、音流れたよね、今。ペレペッペッ。あ、これか。あ、これが目的だ。そうか、魔法の粉か。これで俺魔法使えるってことか。だったら一回帰っても良さそうだな。一回帰って良さそうだね。でもまだあるでしょ、先。あ、ボス。ちょっと2対1はやばいな。でもこれ地形はめできるな。慣れてる。こういう戦いは慣れてる、俺は。オーンスタイン相撲で慣れてる。ほら。これ何をすればいいかっていうと、左右で分けるんですよ。いて。これなぜかさ、この強突き、ランニング突きした後意外と、いって、敵の判定消えるんだよな。おしと。てか、ひるむからそもそも攻撃安全っていうね。わ、雑魚が湧くようになった。ここら辺考えてるね。一体倒したからって安心はさせないと。考えてますな。ドン、終わり。ついでにレベルアップ。正解行きたくないよね。外れを行きたい。うっさーん。同時キル狙おう、これ。そう、これ撃った後なぜかスカるんだよな。ドーン。まず一体。これ雑魚が湧き出す前に倒しちゃおう。え？君、誰？よいしょ。よし、これで封印解かれず。いや、出たかった、今の。でも、この一回一回がさ、もったいねえよ。当てらんないと。何のために生きたのか、考えたくなってしまう。死にたくなる。いや、この通常攻撃が全く効かないわ。全然入らない。存在価値欠落。ふぅ。なんとかデリート。弓持ち処理したところでさ、多分復活するから、しかもすげえスピードで。地味ゲー。スーパー、ハイパー地味ゲー。もったいない。まあ、もったいないとは言わせない。まあ、言われたところで、うわぁ、もったいない。おしょ。よし。セーブ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 。セーブすれば勝ち。またでかいのはいたよ。ラストかな、これ。ラスト説ある。うわ。これ一回魔法覚えてくるか。キリねえわ。誰だ？こんなやついたか。冒険家アントン。君どこから来たんだい？ローレル村から来ました。ローレル村っていうと、川を渡った先の村か。はい、キングダムに向かう途中なんです。体一つではあの広い砂漠を越えることは難しいだろう。キングダムとはもう随分前に往来が途絶えてしまったし、何か方法はないでしょうか。古代から伝わる霊感の宝石を持っていれば砂漠の熱気を防げるらしいよ。教えたところでそれを見つける前に息絶えるだろうよ。行かないといけないんです。この村の横にある山の深い洞窟にあるそうだ。あれ？これ2つあるのか。ミッション2つあったんだ。18。ああ、さっきの多分、あいつらだな。あのスケルトンの奥だな。あそこはレベル高いのか。手に入れました。ムービースタート。どうした？は？あ、びっくりした。動きがなんかトリッキーだったな、意外に。ごめん、これ、急にボス戦始まると思って今身構えたわ。片手に持ってたコントローラーを両手に握り直そうとしてしまった。疑ってごめんよ。もうお前は世界にわずかしか残っていない魔法を使える人間になったということだ。その力正しく使うんだぞ。魔法？マジックアロー。魔法の矢でターゲットを最後まで追跡する。追尾するソウルの矢？これ、エイムすんのか、これ。この黒点でエイムして、で、追尾するということね。消費 MP2 ってこれ、結構使い、なんだ結構使い放題じゃない？回復しようか。20円痛いと思ってたけどさ、意外とゴールドあるんだよね、今。これスキル取ろうか。どっちがいいかね。ランバッシュだと思いますけどね。私。はい。ランニングゲーだと思ってるから、このゲーム。この辺は俺、ああ、最悪取っちゃった。絶対いらないって。てか俺もう草買いに来たんだけど、4、5、5個。はい。まだ125ある。草買おうか。お金はなんか集めようと思えばいくらでも集められるから、
限界まで買おう。よし、これで洞窟の神王へ向かおうじゃないか。魔法コスパいいね。2だから41発撃てる。41発撃てるって、この一撃のダメージがどれほどかによるけども、割と強かったらさ、例えばボス戦とか、ひたすらアウトレンジで魔法を放し続けるってのもいけそうだよね。リターンオン。ローレルンライできないね。もしくはマグネティックフォースオン。これ魔法さ、大事なとこで使いたいな。でも試し撃ちしとくか。えっ史上最強。これも使おう。おっそ。強っ。あー、1.5 倍ぐらい。これの。いや、でもダッシュ好きの方がな、好き少ないよな。でも魔法強いね、これ。必殺の一撃としてみなしてもいいかもしれない。マジックアロー最強説。まあ俺賢者だしな。魔術大好きゆえ。この魔法は俺は、肯定。危ない。ゲームバランスの崩壊。よいしょ。ゲームバランスを崩壊させていけ。いや、これ弱ランニングの方がいいな。ランニング強攻撃ちょっと微妙いかも。私最強ですから。もう真面目な攻略はこれだから。やばい、あまりにも強くてセーブ焦ったわ。初心に帰らんと。待って、これ。待って。エイム、あー、でもエイムしないとダメだ。でも赤点状態で撃てば、確定で当たってるわ。バン。溜め攻撃が強いのかな。ボスだ。俺の嗅覚がそう言ってる。あれはボスだと。ちょっと魔法連打でやってみよう。どれだけいけるか。見もんですね。100% ボスじゃん。なんか宝箱2つあるし。お？ヒュドラか、もしかして。多分ヒュドラだな。魔法系かな？ほら、ヒドラ、ほら。いや、ファイナルソードのいいとこだな。この、見て、すぐ、何の敵だって理解できるところ。うわ、弱え。ば、マジ疲れ。待って、うわ、尻尾攻撃あり。は？今、理不尽を食らった、今。理不尽食らったな。うわ、理不尽。なかなか理不尽だね。これどうしよう。回避してかな。いや、理不尽だね。もう近づいてきた時に攻撃モーションが始まってるっぽいな。よし、これだ。当てにくー。ため攻撃いけないんだよな。いや、なんか何かに当たってる。何かわからないけれど何かに当たってるわ。うい、マジ引いた。どこに攻撃判定があるんだ。これ後ろ行っちゃダメだな。これさ、ここの謎判定が1なんだよな、多分。は？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 動けない動けない。は？は？はめ、はめ、え？はめられたんだけど。はめじゃん、それ。てか全然削ってないぞ、これ。何こいつ、強すぎるんだけど。終わったわ。終わったわ、これ。エーパーじゃん。エーパーなしって聞きました。マナ、ローカルルールでなしって聞きました。多分だけど頭が弱点とかありそうだよね。これの前に魔法を覚えるってのは間違いなく鍵になってる。頭に魔法を当てるイメージかな。それか両脇の宝箱絶対、いいアイテム、キーアイテムがあるかもしれん。ヤマトノオロチに近いものが。これ取るか。取れねえ。いった。見えてきた。ほら。お、減る。はめちまえ。死んだ。あ、でも全部当てれば勝てるな。こうだね。こう。胴体にダメージが全く入らないってのが分かった。こうです。そりゃそうだよ。答えはあったんだ。身近ね。身近なところにあった。この直前に魔法使えるようになってるんだったらそれが答えだ。どうした？帰ってった。まずい。ブレスコ。走ってれば避けるか。多分3発。頭3つだから3発とかじゃないの。あ、わかった。そういうことね。合間合間に打ってってことか。それ、あ、うん、お約束だね。
このゲームお約束があるな、ちゃんと。で、これ陸地モードね。これ MP 使っちゃったのもったいなかったかな。これこのモードになっちゃう。じゃあ仮にこれ MP 切れたとして、俺どうすればいいんだろう。あ、もしかして宝箱に MP 回復アイテムが入ってる。そこまで予想する俺は。だとしたら、可能性をそれだとしたら、あ、多分入ってるぞこれ。くさ。もう倒せら。もうわかった、もうわかった。俺は、世界に殺されたんだ。ファイソに殺されたんじゃない。この世界、アクションゲームの落ちたら死ぬっていう概念、固定概念に殺されたんだ。ファイナルソードに殺されたんじゃない、俺は。絶対負けない。ファイナルソードに負けたくない。バーン。こいや。これ MP 消費したのミスだったな。最悪これ一回帰って20ギル払って。やっちまった。回復してこないとな。これ赤ポッチがついたら、エイムできますよ。エイムてかホーミングしますよっていう合図だから、そこで撃つと。宝なんで取らせてくれないんだ。で、これはお約束で、ブレス一回避けにつき一発。これお約束ね。このゲームのルール、秩序。よいしょ。その秩序を守らずして、俺たちに勝利はない。は？食うわ。魔法なしだと相当辛そうだな。ひたすら下で、近接で、ゴリゴリ戦っていくしかなさそうだ。さ、もう一回これ、海モードでしょ？海モード。はい、バーン来た。外した。え、当たった？お情け。お情けで当たってくれたんだけど、ありがとう。それしか言う言葉が見つからない。ほら。情けをかけてくれたか。よいしょ。あと12発出てる。余裕だな。これまた海行く？海モード早くない？ほら。秩序破ったね、今ちょっと。お、よし。撃たせなかったぞ。これはめられそうだな。それ。ファイアーボールはめ。え、あっち。なんか今、おかしかったろ。お前もルールを守れ。互いがルールを守ってこそゲームだろ。ルールの範囲内で、レベルアップ。いえ、賢者の水薬。レベルアップ。よいしょ。あ、宝石だ。ほい。魔法の羽毛、あ、これ入り口に飛べるやつだ。さすがに使うか。これ MP 回復だ。やっぱ入ってたじゃん。これ使おっか。ね。割と楽しかったな。魔法使えて。魔法が使えて楽しかったです。道中きつかったです。まあこれでキングダムに向かう、まあ一つの鍵を入手したってことなんだろうけど、キングダム往来が途切れて途絶えてるって話だけど、どうやって手紙来たんだろうな。なんか、鳥でも飛んできたのかな。アンダスモラ。はい。おかげさまで。その宝石を売った金で、有事的に暮らすのはどうだ。僕は砂漠を渡らねばなりません。大義がある。砂漠にはいろんな宝物が埋もれているが、宝物か。宝物が埋もれているが、モンスターたちに勝つためにはレベルアップすることが大切だぞ。どうか気をつけてな。武器よりも、己を鍛えろと。そういうことですね。ありがとう。休もう。